皆さんこんばんは、赤星のリードです。前回初回放送はですね、バタバタで、いかにも事務所でやってます感が出てましたが、非常にお聞き苦しいところがあったと思いますけれど、今日もよろしくお願いいたします。そしてですね、予想以上に反響をいただいて、アクセスが集中して皆様にご迷惑をおかけしたということで、本当に申し訳ございませんでした。何とぞ不慣れなもので、今事務所5人でね、みんなでやってますけれど、まあ、ちょっとねこれからどんどん修正していければいいかなとは思ってます。そしてですね、今日はたくさんのお花に囲まれて放送していきたいなと思ってますので、短い時間ですがよろしくお願いいたします。それでは第2回目の放送いきましょう。4月11日月曜日午後8時1分です。赤星のリードの入ってねえんだよ。今日の放送は天満ホルモン串焼きの丸高さんの提供でお送りします。赤星のどこよりも早い競馬予想ということで、意外とね、なんかその競馬の話をしてくれっていう声が多くてですね、ちょっと急遽入れてみました。昨日もね、桜花賞というレースが行われたんですけれど、ちょっとね暗号出てたんですよね。先週僕が結婚発表して、そして昨日誕生日でした。なんかね記事にあったんですよ、その競馬界の評論家の方たちが赤星に乗っかれみたいな感じで、赤星馬券みたいなことをこう予想している方がいて、まあ、僕4月10日という誕生日なんで4と10とか、5と3、53から5と3、53とかっていうのがあったりしてたんですよ。そういうのをねおっしゃってる方がいたりしたんですけど、昨日桜花賞1着スターズオンアース、スターが入ってるんですよね。そう考えるとちょっともしかしたら変えたんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、はい、ちなみに私は見事に外しました。2着の、ウォーターナビレラと、まあ、本命はね、16番サークルオブライフっていう馬から行ったんですけど、この2頭を軸で買ってましたので、軸というか1着ですよね、1着にこの2頭から行ってましたので、残念ながら外れましたが、どこよりも早い予想ということでね、皐月賞、今週末皐月賞が行われるんですけど、月曜日に予想するのってね絶対無理なんですよ。基本的にね競馬の予想っていうのは1週間のこう調教っていわれる、いわゆる練習期間ですよね。練習期間を見て1週間こうだんだん調子がどうなのかっていうところを見て最終的に週末に臨むっていうところなんで、今の現状で予想させられても絶対無理なんですけど、今週の皐月賞ほど難しいレース、難しいってことは面白いってことなんですよね。でどの馬が勝ってもおかしくないっていうレースだと思うので、なかなか予想するの難しいんですけど、まあ今ね注目されてるのは、まあもちろんねたくさんいる中で、まあキラーアビリティっていう馬が、まあ、多分去年ホープフルステークスというね2歳の G1 同じ中山 2000m で走るレースで1着になった馬ですから、まあ、このキラーアビリティを中心になってくるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと僕が注目している馬っていうのが、